エクバターナは落ちた。早いところ安全な場所へおさらばするとしよう。おっと、噂通り辺りの村はかなりやられているようだな。まあ俺には関係ないがね。めったにいない良い女だといかん。この先にはルシタニア兵が。あのご婦人が襲われてしまう。そこを俺が助ける。当然ながら俺には感謝と敬愛の念を抱く。そうなるだろう、そうなるといい、そうなるべきだ。よし、追いかける。おい冗談、このままでは恩を売る機会がなくなってしまう。逃げろ。危ういところでしたな、ご婦人。このギーブがたまたま通りかからなかったら。お待ちあれ、そこのご婦人、そこの美人、そこの絶世の美女。私を呼んだか。ただの美女というならともかく、絶世の美女といえばそうはおらぬよ。いやー、あなたの美しさに加え武芸のさえ、まことに感服いたしました。我が名はギーブ。よろしければ名を聞かせてはもらえないか。私はファランギース、クゼスタン地方のミスラ神殿に仕える者じゃ。使者として王都エクバターナに使わされたの。王都に？どのような御用がおありだったのか。王太子アルスラン殿下のもとへ参ろうとしておったのじゃ。偵察して参りましたが、王都は完全にルシタニアに落とされておりました。父上は？兵士も町の者も王がどこにいるのか知らぬようでした。そっか。またカーラーンが殿下を捕らえようと兵を率いて城を出ました。千騎以上はいましたね。千騎？いささか大げさでは。彼らは我々の数を知りませんからな。それに殿下は歩く大義名分、あなたを陣頭に押し立てればルシタニアに抵抗する勢力を糾合できます。カーランは私がここに隠れていることを知らないはずなのに、どうやって見つけ出すつもりなのだろう。私がカーランで一刻も早く殿下を捕らえようと思ったら、まずどこか適当な村を襲って焼きます。村を焼く？そして殿下が出頭しない限り、次々と村を焼き罪なき者を殺します。待て、カーランがそこまでするだろうか。あれでも彼は無人だ。王と国を売った模範的な無人ですな。アルサス、カーランがどこの村を襲うか分かるか。分かりますとも。彼の部隊が案内してくれます。後ろについていけばよろしい。そうなさいますか。すぐに出る。馬の用意を。裏を書いたつもりで何の疑いもなくこの山岳地帯に誘い込まれたか。生地頭の切れる者ほど手のひらの上でよく踊ってくれる。ルシタニア兵ではないのか。俺はアルスラン殿下の使い、ナルサス。失礼した。私はファランギース、ミスラ神に仕える者。アルスラン殿下にお力添えしたく参上した。ずっとカーラン公の部隊をつけて参ったのだ。ほう、殿下にお味方するというのか。人手が増えるのはありがたいことだ。今殿下にお仕えしているのは俺と俺の霊卓と天下無双の騎士一人、それにお主らを入れて5人になった。
5人ね。これから裏切り者のカーラーンを捕らえて殿下のもとへ連れていく。協力してほしい。して殿下はいずこに？殿下に大事な役目を果たしていただいている。カーラン隊が来た。ナルザスの策が見事にハマったということか。次は殿下がおとりとなって奴らを引きつける番です。アルスランだ。いよいよカーランと不安です。不安ではないと言えば嘘になる。だがやらねばならぬ。王子を逃がすな。さすがはナルサスだ。敵を大軍には不利な山岳地帯へおびき出すとは。ナルサス様は信用できない男を荷物持ちに雇い、我々は南に行くと教えておきましたからね。男は予想通り盗みを働き、カーラーンの元へ逃げて情報を伝えたようです。カーラーンは男を我らの関係に使い、裏をかいたつもりで下へやってきたのです。追い詰めたぞナルサス。そしてダリューンにエラム。私は素晴らしい仲間に恵まれているな。だが私には力がない。私は引かない。皆の期待に応えるためにも果たすまで。もっと精進せねば。あそこはアルスラーンがいるぞ。私は引かない。なすべきことを果たすまで。私は引かない。なすべきことを果たすまで。ようやく王子の尻尾を掴んだんだ。絶対に逃がすな。すべて倒したと思ったのに増援が次々と。だから本気なのだ。もうすぐナルサス様が来てくださいます。今しばらくのご辛抱を。早速だが、お主らにも協力を願おう。俺と共に敵の後輩をついてほしい。今殿下は敵の先鋒を引きつけておられる。そこに我らが後ろから襲いかかるが、同時にもう一人天下無双の騎士ダリューンが別方向から攻め入る手はずになっている。承知した。殿下が危うくなる門を成し遂げる。何者だ。門を閉じて通すな。隙だらけじゃな。慎重に。兵を撃って門を開けるしか丸まった。ところでファランギース、なぜアルスラン殿下。私の神殿はアルスラン殿下ご誕生の際、殿下の恩義をもって寄進されたもの。殿下の恩義に断る時は武芸に優れた者がお助けする。先代のカーヒーナ朝の遺言により私が選ばれたのだ。どうせ厄介払いであろう。泥沼に道を阻まず到着が遅れるとは。先日の雨のせいか。押されているぞ。どんどん味方を呼ぶんだ。私は負けられない。みんなのためにここで持ちこたえなければ。来たから敵襲だ。すでに門が一つ破られた。早く守りを固めろ。デデ、南の味方部隊が奇襲されています。南にも敵だって。まさか囲まれている。敵は何人いるんだ。200か。門を閉じろ。下からの敵をここで食い止めるぞ。焼き打ちに使うのか。燃えそうな物資がある。あれに火を放てば敵も混乱しよう。ならばその役私に任せてはくれぬか。弓兵を束ね火矢を放たせれば物資に火をつけられよう。
こっちだ！逃げろ！サス教のような作詞が味方とは心強い。まだ油断はできぬぞ。何しろ我らは広く少数なのカーラーもなかなか見事な布陣だな。突破するのは少し時間がかかるやもしれん。今のうちだ。あの門を突破し殿下と合流しよう。ついに来たか。カーラン！私ならここだ！これ以上、罪のない人を殺めること、見過ごすわけにはいかぬ！アルスラン！ダリウンはまだか。このままでは殿下が危ない。これ以上の遅れは許されぬ。殿下の元へ急がねば。北へ向かう者は固く守られている。周囲の将を倒して道を開けば変わるよ。ナルサス様より伝令、下の道にカーラーンが現れたとのこと。このままでは殿下が危険です。至急救援をお願いします。分かった、今向かう。どんどん向こうの連中と合流する気だな。そうはさせんぞ。まずい、こんなところでは終われんぞ。怖いぞ、増援を呼べ。先を急ごう。カーラン、お主に尋ねたい。立派な騎士であったお主がなぜルシタニアなどに膝を屈したのか、欲に釣られたとも思えぬ。理由があるならぜひ教えてくれ。知らぬはお主のため。このカーラン、醜悪な裏切り者と信じて死んでいくがいい。アンドラゴラスの呪われた子よ。貴様の相手はこの俺だ、カーラン。ダリュン殿下、よくここまで我慢なされた。あとは私に任せてお下がりください。お兄さん、邪魔させる。
ルダーンフ・マルダーン、あの方のためここで倒れるわけにはいかん。やはり強い。生かして捕らえたいところだが、それだけの余裕があるかどうか。どこにおられる？アンドラゴラス王は生きておる。だが王位はすでに奴のものではない。正統の王が即位なされる。正統の王だと？カーラン！死んではならん！我が隊はこの寄せ集めにやられたのか。ナルサス、偏屈で宮廷嫌いのこやつがつくとは。死ぬな！カーラン！生きよ！まったく、この王子は。お主の命令は聞けぬ！殿下、アンドラゴラス王は生きておられるそうです。父上が？ルシタニア軍が今日まで王を生かしているとすれば、相応の理由があるはず。この先も無限に害を加えることはございますまい。ふむ。アルスラン王大使殿下、ミスラ神殿に仕えしカーヒーナ、ファランギースにございます。先代のカーヒーナ朝の遺言により参上いたしました。我が名はギー。王都エクバターナより殿下にお仕えするために脱出してまいりました。殿下、タハミーネ王妃様は私が脱出するまではご健在でした。本当か？詳しく聞かせてくれ。王都王妃は生きている。エクバターナに潜入し所在を確かめる必要があるか。